皆様時々水分補給されてくださいね。熱中症予防にもなりますのでね。次は1963年宇多田和夫さんがデビューシングルとして歌われた高校3年生Thank you.
あだからこんなんとなく見てるんですよ。作曲はリンゴ追い分けとか365本のマーチですね。どっちがよろしいですか？
頑張って歌ってみてください。今のうちですよ、水分を。息も必要があれば。そうです。そんな大丈夫ですよ、息は。Thank you.
ありがとうございました。水分取ってくださいね。いや、生まれて。やだ。これ知ってるよ、私。生まれる前から知ってる。次の曲が1969年の日だ。愛情寺さんの島ちなみさんが歌われたデュエット曲、赤いクラスでございます。愛情寺さん今80何歳 ?3、4歳ですよね。まだね、近いかな。何で分かんない。そうです、そうです、現在歌唱でございます。お見かけはしないんですけどね、すごくいい声ですね。そうそう、マラゲリアとか聞いてるだけど、香港出身なんです、お父さんは日本人、お母さんはスペイン。あ、いい声ですよね、素晴らしかった。では前奏の後続けて歌います。素敵な前奏がありますので聴いてみてください。短いのよ、短い。皆さん、何回も歌える。
ない あ、なんかね、この辺ではさっきの森の水車で臨床やりたいっておっしゃられてるんですけど、いかがですか？はい。Thank you.
大恋の季節です。あ、そうだ、大恋の季節だ。ザッピーナスが1963年ため息の出るようなため息出るようなため息を出ると幸せが一つ握っていましょう。頑張ってため息つかないように生活しましょう。息もしないように。ではたいと思います。ちょっとの前奏ありますので、I'm not afraid of the dark.
コンテナ出てきた。次の曲は南国と沢野にしてです。1958年に歌われましたね。
ブラブラしながらサンバをちょっと腰をひねってあげましょう。4分押しましょう。